3年ほど前の話です。私は地方の総合病院で看護師をしていました。準夜勤で消灯の準備をしていた時のことです。消灯の前には病室だけではなく病棟全体を見回る決まりでした。病棟全体といっても見て回るのは小さい面談室やエレベーターホール、談話室、当直室、非常階段ぐらいで、見回っても異常があったことはありませんでした。わざわざ見回りする必要なんかあるのかな、といつも思っていたくらいです。でも一応決まりなので、その日もささっと、見回りに行きました。非常階段を見ていると、下の階との間にある踊り場で、子供がこちらに背を向けて立っているのに気がつきました。おそらく3歳ぐらいの痩せた子供が、パジャマを着て点滴台に捕まっていたんです。点滴台には、点滴袋がぶら下がっていて、シリンジポンプもついていたことを覚えています。その非常階段は人があまり通ることはないので驚きました。しかも窓もないただの壁を向いて黙って立っている。でもその時は別に怖くはなくて、もうすぐ消灯なのに何やってるんだろう、と思って階段の上から声をかけました。どうしたの？もう消灯になるよ。声をかけても何も反応はありません。もしかして迷子？脱走？一緒に小児科まで連れて行くべき？と、いろいろ考えを巡らせました。お部屋わかる？早く戻らないと。と続けて声をかけたとき、ナース PHS が鳴りました。私が働いていた病院では、看護師は一人一台 PHS を持つことになっていたんです。先輩から力を貸してくれとのコールだったので、その子を小児科まで連れて行くのは断念して、早くお部屋に帰るんだよ、と声をかけてその場を離れました。そしてあれこれ消灯前の雑務をこなし、ようやく消灯してナースステーションで一息ついたとき、非常階段のあの子のことを思い出しました。あの子はちゃんと部屋に戻っただろうか。ちょっと非常階段を見てきます、と他の看護師に言うと、なんで？と聞かれたので子供のことを話しました。すると先輩が、やめときなよ、と言いました。だってその子、一人で点滴台を持ち上げて、階段登れるような子だったの？言われてハッとしました。無理だ。3歳ぐらいの身長でガリガリに痩せた子供。点滴台を押して歩くことはできても、持ち上げて階段を踊り場まで上がるなんてできっこない。しかも機械までついていた重い点滴台。先輩は黙り込んだ私に、もしかしたら本当は親と一緒で点滴台を持ってもらったのかもね。だったら近くに保護者がいたってことだから行く必要はないよ。もしそうでなかったとしたら、なおさら行かないでおいた方がいいでしょう。と、こともなげに言いました。親が近くにいた？それならどんなにいいだろう。でも、きっとありえない。消灯直前に
3歳ぐらいの子供をわざわざ階段の踊り場へ連れてきて、そばを離れる親がいるだろうか。しかもよく考えると、小児科病棟は私の病棟から4階も下にある。パソコンで小児科の入院患者を見ました。その日は連休前だったので、外泊患者が多く、小児科病棟は空きベッドが目立っていました。外泊をしてない2歳から5歳の患者は数人しかいませんでした。個室に入っていて人工呼吸器がついている寝たきりの子、車椅子の子、2時間ほど前手術が終わったばかりの子、あの子らしき患者はいない。じゃああの子はやっぱり、まさか。そう考えていたとき、先輩が私のパソコンを覗き込んで、もうやめなよ、と言うとにやりと笑いました。これくらい慣れなきゃ、私は亡くなった患者にピアス取られたこともあるんだから。先輩はショートボブの髪に隠れがちだった耳を見せてくれました。耳たぶの斜め上のところには、一旦裂けてくっついたような、ケロイドに似た盛り上がった傷跡がありました。先輩がかつて亡くなった患者に、死に装束を着せておしろいを塗っていたとき、ふと後ろを振り返ったと同時に、耳に激痛が走ったそうです。耳が裂けている。ピアスがない。あちこち探すと、ピアスは、亡くなった患者が胸の前で重ねた手と手の間にあったそうです。免許を取ってすぐ、貯めていたお金で車を買った。それからいろんなところへ行って、思い出を写真に収めようと、使い捨てカメラを1つ買った。愛車は小さかったけど、元気に走るので、いろんな場所へ遊びに行った。そんな中、1つのお気に入りの場所を見つけることができた。山の中腹あたりにある、真っ赤な鳥居が綺麗な、沢のそばに立つ神社。近くにはちょっとした滝もあって、風情ある落ち着ける場所だった。僕はそこで神社やその風景、車の写真を撮ったりして、楽しい時間を過ごしていた。そんな遊びをしながら1週間も経っただろうか。僕の住むボロアパートの1階で、野良猫が子猫を産み落としていた。無節操な僕はそれも写真に収めた。その数日後、僕は車で事故を起こした。単独事故だが、僕自身も手術をするほどの事故で、車はもちろん全損だった。悲しかったけど、大好きな車だったので、事故後の状況も写真に撮った。そのカメラを現像に出して驚いた。神社で撮った時以外の写真が全部真っ黒だったんだ。知人に相談して分かったのだが、その神社は地元では有名な水子を祀る神社で、心霊現象が絶えないところだったそうだ。何でも、あるはずのない鳥居を見ると、不幸が訪れるのだとか。半年くらい前、朝起きたら、
部屋の中央にあるこたつ机を中心に水浸しになっていた。水浸しといっても散乱していた書類などが水を吸収していたので、そこまで広がってはいなかったが、しかし書類の束は上から下までびしょ濡れだった。前の日お酒を飲んではいたものの、酔うほど飲んではいない。最初はうちの猫の粗相かと思ったが、普段は入れないよう寝室にドアを閉めていたし、水は無色無臭であったので、猫への疑いは晴れた。もちろん僕のパンツも濡れてはいなかった。その日は雨も降っていなかったし、周りに水気のあるものも置いてはいなかった。一体どこから水はやってきたのだろう。ちなみに寝室のある2階には水が出る場所はない。今もベッドに数珠を置いて過ごしています。もう一つの体験は中学2年の夏。学生だった僕は夏休み中だった。お昼過ぎ、部活から帰ると家には誰もいなかった。暇だしやることもなかったので昼寝をすることにした。そうしてベッドで昼寝をしていたのだが、途中で金縛りにあった。その時、右腕を上に伸ばして寝ていたんだけど、その右腕にものすごい重圧感。なんとか目を開けてみると、赤い服を着た赤ちゃんみたいな、とにかく小さな人型のものが右腕に乗っていた。背の高いベッドで右上の先は宙にあった。人が乗れるはずもなく、もちろんこの家には赤ちゃんなんていない。気づくといつの間にか赤ちゃんはいなくなっていて、金縛りも解けていた。それからまた寝直して、夕方帰ってきた母ちゃんにそのことを告げると、あんたを産む前に一回流産してるからその子かもね、と言われた。少しゾッとした。